続きをやってみたいと思うんですが、音はちゃんと取れていますいますね。そうですね。あとは、国内のヤフーアクセスランキングなんですが、20番目、トヨタ小沢専務が、代表権を持つ専務に昇格という記事があるんですけども、この小沢専務というのが、子会社であるトヨタテクノクラフト、あ、じゃないですね。今度は違う人なんですけども、子会社のトヨタテクノクラフトの加藤光久っていうんでしょうか、光久なんで、社長がいきなり専務取締役に就任するというふうな記事がありました。で、このトヨタの、小沢専務が代表権を持つ専務に昇格という小沢さんなんですけども、1974年にトヨタ自動車販売に入社というふうに書いてあります。まあ、よくわかりませんね、それ以外は。あとは、岡本麻世さんの曲のパロ、3番目ですね。万博ソング盗作パクられた岡本麻世さんの楽曲、ゴシソングに採用、中国メディアは沈黙、中国というふうに記事がありますが、海外ですね。海外のヤフーアクセスランキング3番目で、万博ソング盗作パクられた岡本麻世さんの楽曲、ゴシソングに採用、中国メディアは、沈黙、中国というふうにあるんですけども、まあ、共同通信のニュースをソースとして正式な使用申請という形で決着が図られたことを喜ぶ一方で、本当にニュースなのか、いたずらによる誤報ではないかという疑問の声が上がっているというふうな記事が書いてありました。で、経済ですが、トヨタの記事がトップに来ていますね。実際株価がどうなっているのかというのはちょっとまだ分かりませんが、あ、株価まだ、そうですね。で、エンターテインメントは、あ、草刈、元バレリーナの草刈民代っていうんでしょうか。ヌード写真を出したというふうに書いてありますね。顔が出てないのでよくわかんないんですが、佐々木希が連ドラという記事が出ていますね。佐々木さんが話していることは、まさか自分が相撲を題材にした作品に出演させていただくという、いか、いただけるとは想像もしていなかったので、ただ驚きました。皆さん、夜中にスポ、この青春モードでお会いしましょう。戸惑いながら向き合い十分というふうにあるんですが、やっぱり相撲というので、ちょっと抵抗があったような感じがしました。あとはヤフーエンターテイメントの、アクセスランキング8番目、ジミー大西、整形してモテモテ、巨乳と2500円ラブホっていうふうな記事があるんですが、もうジミー大西さんは結婚していると思うんですけども、芸能界を引退したのが、
1996年みたいなんですが、先月に顔の整形手術をしたというふうに書いてあるんですが、そうすると2010年の3月に整形手術をしたのかなと思ったんですが、値段、整形手術にかけた値段は1800万円じゃなくて180万円です。あとは高時給職種ランキングは2ヶ月連続のあの職種が、第1位という記事ですが、17番目じゃなくて、14番目ですね。高時給職種ランキング2ヶ月連続であの職種が第1位という記事なんですが、1番目は何になったのかというと、2ヶ月連続で看護師、準看護師が2149円で第1位となった。で、第2位は美容エステ、理髪店というんでしょうか、エステで1939円、3位は薬剤師で1893円となりました。看護婦、準看護師は時給は高いですが体力的にきついから、薬剤師とかの方がやっぱ楽なのかなと思いましたが、あの19番目、女子プロ野球歴史的開幕戦を地上波が中継という記事があるんですが、これは日本ではないかなと思ったんですが、日本でした。放送されるのは2010年の4月23日金曜日の深夜3時40分から4時51分までだそうです。で、地上波といっても ABC テレビ関西ローカルで放送されるそうです。あとスポーツは、一度ここで、時間が来たのでちょっとやめてみたいと思います。まだ8分なんですが、そうですね、なんか咳が出てきそうなんで一回止めてみたいと思います。